春の夜、芥川龍之介。これは近頃、N さんという看護婦に聞いた話である。N さんはなかなか聞かぬきらしい。いつも乾いた唇の影に鋭い剣士の見える人である。僕は当時、僕の弟の転地先の宿屋の2階に大腸カタルを起こして横になっていた。 下痢は一週間経っても止まる景色はない。そこで元来は弟のためにそこに来ていた N さんに厄介をかけることになったのである。ある寒だれの降り続いた午後、N さんは雪平に粥を煮ながらいかにも無造作にその話をした。ある年の春、N さんは ある看護婦会から牛米の野田という家へ行くことになった。野田という家には男主人はいない。霧紙にした女隠居が一人、嫁入り前の娘が一人、そのまた娘の弟が一人。あとは女中のいるばかりである。N さんはこの家へ行ったとき、何か妙に気のめいるのを感じた。 それは一つには姉も弟も肺結核にかかっていたためであろう。けれどもまた一つには四畳半の離れの抱え込んだ飛び石一つ打ってない庭に徳さばかり茂っていたためである。実際そのおびただしい徳さは N さんの言葉に従えばゴマだけを打った濡れ縁さえ突き上げるように。 茂っていた女隠居は娘をユキさんと呼び息子だけは星太郎と呼び捨てにしていたユキさんは気の勝った女だったと見え熱の肯定を測るのにさえ N さんの見たのでは承知せずにいちいち検温器を透かして見たそうである星太郎はユキさんとは反対に N さんに世話を焼かせたことはない。何でも言うなりになるばかりか、N さんに物を言うときには顔を赤めたりするくらいである。オンライン挙はこういう聖太郎よりもゆきさんを大事にしていたらしい。そのくせ病気の重いのはゆきさんよりもむしろ聖太郎だった。 私はそんな育児なしに育てた覚えはないんだがね。女隠居は離れへ来るたびに、聖太郎は離れに床についていた。いつもつけつけと口小言を言った。が、二十一になる聖太郎はめったに口答えもしたこともない。ただ、仰向けになったまま、大抵はじっと、 目を閉じているそのまた顔も透き通るように白い N さんは氷のを取り替えながら時々その方の辺りに庭いっぱいの徳さの影が映るように感じたということであるある晩の10時前に N さんはこのうちから23丁離れた日の多い町へ氷を買いに行ったその帰りに 人通りの少ない屋敷続きの上り坂へかかると、誰か一人ぶら下がるように後ろから N さんに抱きついたものがある。N さんはもちろんびっくりした。が、その上にも驚いたことには、思わずたじたじとなりながら、肩越しに相手を振り返ると、闇の中にもちらりと見えた顔が、聖太郎と少しも変わらないことである。 いや、変わらないのは顔ばかりではない。ごぶ狩りに買った頭でも、こんがすりらしい着物でも、ほとんど聖太郎とそっくりである。しかし、おとといも滑血した患者の聖太郎が出てくるはずはない。言わんや、そんな真似をしたりするはずはない。姉さん、お金を送れよ。その少年は、 やはり抱きついたまま甘えるようにこう声をかけた。その声もまた不思議にも聖太郎の声ではないかと思うくらいである。気丈な N さんは左の手にしっかり相手の手を押さえながら、何です、失礼な。私はこの屋敷のものですから、そんなことを押しなさると門番の爺屋やさんを呼びますよ。と言った。 けれども相手は相変わらず、お金を送れよを繰り返している。N さんはじりじり引き戻されながら、もう一度この少年を繰り返った。今度もまた相手の目鼻立ちは確かに、はにかみ屋の聖太郎である。N さんは急に不気味になり、押さえていた手を緩めずに、できるだけ大きい声を出した。 じいやさん、来てください相手は N さんの声と一緒に抑えられていた手を振りもぎろうとした。同時にまた N さんも左の手を離した。それから相手がよろよろする間に一生懸命に走り出した。N さんは息を切らせながら、後になって気がついてみると風呂敷に包んだ 何銀かの氷をしっかり胸に当てていたそうである。野田のちの玄関へ走り込んだ。家の中はもちろんひっそりしている。N さんは茶の間へ顔を出しながら勇敢を広げていた女隠居にちょっと間の悪い思いをした。N さん、あなたどうなすった女隠居は N さんを見ると、 ほとんどなじるようにこう言った。それは何もけたたましい足音に驚いたためばかりではない。実際また N さんは笑ってはいても体の震えるのは止まらなかったからである。い,いえ、今そこの坂へ来るといたずらをした人があったものですから。あなたにええ、後ろからかじりついて、姉さんお金を送れよって言って、 ああ、そういえば、この界隈には、小堀とかいう不良少年があってね。すると、次の間から声をかけたのは、やはり床についているユキさんである。しかもそれは、N さんにはもちろん、女ン居にも意外だったらしい。妙に、剣のある言葉だった。お母様、少し静かにしてちょうだい。 N さんは、こういうユキさんの言葉に、軽い反感、というよりもむしろ、無別を感じながら、その機会に茶の間を立っていった。が、聖太郎に似た不良少年の顔は、未だに目の前に残っている。いや、不良少年の顔ではない。ただどこか輪郭のぼやけた聖太郎自身の顔である。 五分ばかり経った後、N さんは、また、濡れ縁を回り、離れへ、氷のを運んでいった。聖太郎は、そこにいないかもしれない。少なくとも、死んでいるのではないか。そんな気も、N さんにはしないではなかった。が、離れへ行ってみると、聖太郎は、薄暗い伝統の下に、静かに一人眠っている。 顔もまた相変わらず透き通るように白い。ちょうど庭にいっぱいに伸びた徳佐の影の映っているように。表能をお取り替えいたしましょう。N さんはこう言いかけながら、後ろが気になってならなかった。僕はこの話の終わった時、N さんの顔を眺めたまま、 多少悪意のある言葉を出した。聖太郎ですね。あなたはその人が好きだったんでしょう。ええ、好きでございました。N さんは僕の予想したよりもはるかにさっぱりと返事をした。大正15年8月12日。